こんにちは、チャエヌです。今日はこの余っているソックヤーンたちをかき集めてですね、スクラッピーソックスを編んでいきます。いろんなソックヤーンを混ぜてね、靴下作るのは初めてです。で、差し色に今回は単色のブルーのオパール系統を使っていきます。この青がね、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。お気に入りの色です。今回で10足目のソックス、これで10分の1が編み上がります。張り切って編んでいきましょう。今回は履き口とつま先を単色で編んでいって、その他は10段ごとで色を変えて編んでいこうと思います。毛糸のチョイスはね、今使いかけで取ってある糸の中から適当にパパパッと選んだんですけど、まあでもちょっと同系色があまりにも多いとぼやけるかもしれないので、ちょっとメリハリが出るようには選んでみました。まあでもそれでもね、どうなるか全く未知数だったので、つま先と履き口でね、青を使ってきっちり締めてもらおうって思ってね、ちょっと濃いめのカラーを、パッキリしたカラーを選んでみました。で、今回のトークテーマは、色合わせについてとか、こうどういう基準でいつも合わせる色を選んでるんですかとか、そういう感じのね、トークテーマを、まあ、多数いただいていたので、その話にしようかなと思います。まずですね、私別に色の勉強は、一切してなくて、でもちょっとお勉強したいなって思ったので、色彩検定のね、本を、去年の年末ぐらいかなに購入して、でパラパラ見たりはしているんですけど、まだ全然勉強という勉強はちゃんとしていない状態なんで、ただの素人のね、私の感覚のお話をしようかなと思います。で、まずね、私の好きな色合いというか雰囲気が、カラフルなものがとにかく好きで、そのベージュとか生成りとか、そういうナチュラル系のカラーっていうよりは、もうカラフルでポップな雰囲気が好きですね。もう家、私の部屋の中も、めちゃくちゃカラフル、子供部屋かっていうぐらい結構カラフルですね。で、そんなカラフルな色の組み合わせ方なんですけど、これね、私は結構感覚でやってるつもりだったんですけど、ある程度やっぱ法則があってですね、たまに例外もあるんですけど、やっぱ組み合わせて心地の良い、その見ていて不快感のないっていう色の組み合わせって存在するんですよ。で、これを合わせれば間違いないっていうのがあるんですけど、それがですね、どの色にも存在している補色っていうものを使うんです。で、補色は、色相鑑定検索してもらうと、バーってね、色が並んでる円グラフみたいなものが出てくると思うんですけど、じゃあまず赤の補色っていうと、赤の反対側にある色が、ちょっとブルーに近い緑とか、エメラルドグリーンとか、そんな感じの色が反対側に位置しているんですけど、それが赤の補色ですね。で、代表的なね、赤とグリーンの組み合わせで言えば、クリスマスって感じだと思うんですけど、この補色を使うと赤もグリーンも際立つというか引き立つんですよね。で、組み合わせても不快感のないカラフルでポップな組み合わせになるかなと思います。これ他の色でも一緒で、オレンジの反対側にある、ちょっと黄色っぽいオレンジの反対側にある色が、
水色、ブルーに近い水色とか、まあそんな感じの色かなってなってるんですけど、まあだからね、オレンジはブルー系の色めちゃくちゃ合うし、私もオレンジとブルーの組み合わせ大好きです。まあなのでね、この色に何の色を合わせたらいいのだろうかって悩んだ時は、カラフルにしたいのであれば補色を選ぶと間違いが絶対にないです。絶対に合わないってことがないんでね。だからまあソックヤーンって結構いろんな色がカラフルに入ってるかなと思うんですけど、メインになる色の、まあ、ピンクっぽいカラーが基調のソックヤーンだったら、補色のグリーンをちょっとつま先に入れてみるとか、そういう感じでね、あの色を合わせると結構ポップになって可愛いですよ。あとはまあ同じ色ですよね。ちょっとイエローが入っているソックヤーンとかだったら、まあそのイエローをつま先とか履き口とかに使えば、それもね合わないことは絶対にないと思うので、間違いのない色合わせにできるかなと思います。でまああとはまあブラック、グレー、ホワイトとか無彩色ですよね。無彩色のものだったら、まあ自分の好きな色割と何でも合うと思うので、ちょっとあのカラフルとカラフルを掛け合わせるのがちょっとハードル高いなっていう方は、まあグレーにブルーを合わせてみたりとか、ホワイトにオレンジを合わせてみたりとか、まあそんな感じでワンポイント入れたりするのも可愛いと思うし、まああんまり冒険したくない方はね、カラフルと無彩色を合わせるっていうのが無難かなと思います。まあ、とにかくね、カラフルでポップな色の組み合わせを楽しみたいっていう方は、その自分のねメインで使いたい色の糸に合わせた補色のカラーを使ってカラフルをねちょっと楽しんでみてください。絶対に可愛くなるんでね。でまあ序盤の方でね例外もあるっていう話したんですけど、私は本当に感覚で選んでしまっているので、全然補色じゃないカラーを使ったりすることもあるんですけど、最近好きな組み合わせとかだったらピンクに赤を合わせるとか、あと水色かける赤とかも好きですしね、まあ、必ずしも補色を選んでいるっていうわけではないけど、でもあの色相環の反対側、まあ、反対じゃなくても反対に近い色を選ぶと あんま合わないっていうことはないと思うんで、その付近の色を選んであげるのがね、まあまあまあおすすめですね。これでね、誰でも簡単にカラフルでポップな色の組み合わせが楽しめます。で今画面上でずっとタピ返ししてるんですけど、今回ね最短でタピ返しを仕上げることができました。なんと15分で終わったんですよ。いつもね20分以上かかっててね、なかなか時間かかるなって思ってたんですけど、今日は15分で終わりました。10足全部ねあのゴマ編みにしたわけではないですけど、まあさすがにここまで編めば慣れるね。はい、でここからは10段ごとに色を変えながら余った糸を使って平編みしていきます。なのでね、しょっちゅうあの糸を変えながら編んでいくので、ちょっと立ったり座ったりしますけどね、画面がちょっと忙しいんですがご了承ください。であの糸替えをするために糸始末をねあのいちいちするのがちょっと面倒だなってことで、ちょっとねあの手抜きの糸始末をしながら編んでいきます。編み地の裏側にね、まあちょろっと糸端を絡ませて編んでいくっていう方法で糸始末をするんですけど、まあ手でやった方がねあのきっちり糸始末はできるんですけど、まあ、今回ちょっと本当に多いので手抜きをさせていただきました。ちょっとね表側の編み地がもっこりしちゃうんですけど、まあ洗えば馴染むかなってことでね、まあ、これで今回は良しとします。で今回10足目
なんですけど、このペースでいけば、4月から月に10足ずつとかね、まあそんなペースで編んでいけば12月には編み終わるかなっていうペースまで、まあこの企画を始めてから今日までで進むことができました。後半ね、あの山盛り靴下編まなきゃいけないっていうことになったらね、大変だなって思ったので、結構ハイペースでねこれまでやってきたんですけど、数日前にですね、うちの母方のおばあちゃんがうちにやってきまして、で、まあ、それも元気な状態で来たわけじゃなくてですね、こう何にもないところで、あの1日に2回も転んでしまったと。でもう弱々になっちゃってたんですよ。もうあのいつ死ぬかわからんみたいな感じで、多分もう気も落ちちゃって食欲もなくなっちゃってみたいな感じで、もう超弱々になってしまってて、おばあちゃんが。で、あ、もうこれは大変だっていうことでね、あの病院に行けって言っても行かないんで、ちょ車で2時間ぐらいの場所におばあちゃんが住んでるんですけど、そこまでね夜迎えに行って、で夜中ばあちゃんがうちに到着して、でまあそこから今うちで暮らしてるんですけど、でまあ転んでねぶつけたところが、顔とかもねぶつけちゃったみたいで、目の周りがちょっと青くなっちゃったりとかね、手も打ってて、まあ手も結構広範囲で青あざになっちゃったりとかしてたんですけど、さすがにねうちに来たからには病院に行ってもらわなきゃってことでね、お母さんが言っても病院には行かんって言うんで、私がもうお母さんのいない時にね、ちゃんとお母さんの言うことを聞いてくれと、あの病院にもちゃんと行こうって言われたら一緒に行こうっつって、まあやっと病院にも行ってくれて、まあいろいろ検査してもらってね、あの頭も打ってるんで MRI とかも取ってもらってって、まあいろいろしたんですけど、まあ特にねどこも異常はなくって感じで、まあまあまあ健康体だと。で、あんまりね、なんかまあご飯作るのが面倒で、ちょっと食事を怠ってたから、体力が落ちてたからね、なんか転んだりとかしちゃったっぽい感じで、まあ筋力もねもうおばあちゃんなんでね、あんまりないですしね。まあだから、今ね私が昼間は私がおばあちゃんの食事の面倒とか、あと足腰も弱ってるんで、あの階段の上り下りの運動とか、あの立ったり座ったりっていう運動をまあちょっと見たりとかねしないといけなくて、まあ仕事しておばあちゃんの面倒をちょろっと見て、で動画も撮ってっていう感じで、まあちょっと忙しいんでね、まあ2日に一遍とか毎日とか、まあそういうハイペースな感じでしばらくは動画上がらないとは思うんですけど、まあ私は元気ですしね、まあちょっと忙しいぐらいで別に大したことはないし、おばあちゃんもね、あの今はもう私より全然ご飯も食べるし、もうもりもり食べて、あの体力もめちゃくちゃ回復しているので、まあまあまあご心配なくといった感じで、この10足目までをね結構ハイペースであの撮影できたのでね、まあそのおかげでちょっとのんびりできそうなのでね、まあゆっくりまた靴下作っていこうと思ってます。まあばあちゃんの面倒見るって言ってもね、私が昼ご飯の支度してあげて、まあご飯を食べるところをね、まあ何かあっちゃいけないんで見守って、でまあ運動する時もね転んだりしてはいけないので、もう別に補助するとかではなく、ただ見守るだけなんでね、全然忙しいっていうか、まあ大変とかそんなことはまあ全くないんでね、まあそれものんびりやっていきます。ちょっと糸替えをしながら今回は編んでいったので、少々時間はかかりましたけど、もうね普通の靴下はスムーズに編めるようになってきましたよ。なので次くらいからはちょっと模様を入れたりとかしてみたりしたいなと思ってます。10段ごとに色を変えてこんな感じですね。ちょっとね想像以上にもうこの時点で可愛くてウキウキです。
こうもう3月もね、もうちょっとで半ばですけど、そろそろ暖かくなってもいいんじゃないのかって思うんですけど、まだ寒くない？まあまあ住んでる場所にもよると思いますが、私は広島のね南部の方なので、別に寒い地域ではないんですよ。 なのに寒いですからね。早く暖かくならないかな。まだ私ダウンコートを手放せないんですけど、外出るとき。もう春物のコートとか着たいんですけどね、全く着れそうにないぐらい寒い。で、私ね、これ20代半ばぐらいから出だした症状なんですけど、決まって冬にしかならないんですけど、寒い時期にね、まあ夜寝るじゃないですか。したら夜中に大汗かいて目が覚めるんですよ。まあこれ常にそうかって言われるとそうじゃなくって、まあ多分生理前とかね、そういうホルモンバランスがちょっと乱れてる時に多分そうなりがちなのかなって、まあなんとなく思ってるんですけど、マジで尋常じゃないぐらい書くんですよ。もう本当に服びちゃびちゃレベル、もう髪の毛もびちゃびちゃレベルで、もうだから不快で目が覚めて、で寒いからね、私暖房つけて寝ないんですよ、乾燥するんでね。で寒いからすぐ汗も冷えちゃうんで、もうブルブル震えながら目が覚めるって感じで、暑いから汗かいてんでしょうけどね。だからまあかいた汗をすぐ吸ってもらえるように首にタオルを巻いて寝てみたりとかね、コットンの T シャツをパジャマの下に着て寝てみたりとか、まあいろいろしてるんですけど、まあまあそれでも追いつかないぐらい汗かいちゃうんで、もう最近本当にもう夜中に一回目覚めるのが不愉快で不愉快でね、朝までぐっすり眠れないんですよね。でまあやっぱもうびちゃびちゃなんで着替えて寝ないといけなかったりとか、もうなんか不快だからシャワー浴びて寝るとかね、そしたら目も覚めちゃってね、朝方まで寝れないとかね、なんか最近そういうのが続いてるんですよね。今年入ってからまだ一回も汗まみれみたいな症状出てなかったんで、おら今年は今回の冬は平気なのかなってなんかちょっと調子乗ってたんですけど、まあまあ全然そんなことなく例外なくやってきました。まあホルモンバランスとかね、自律神経とか、まあなんかそっち系なんでしょうけどね、これ病院で薬もらった方がいいのかな。なんかこういう症状に効く漢方とかさ、まあもう薬局で買えるんだったら、まあ、病院行くのめんどくさいしその方がいいんで、なんかそういうのに効く漢方知ってるよっていう方いたらね、ぜひぜひ教えていただきたい。朝までぐっすり泥のように眠らないとね、やっぱ疲れが取れないような気がしてならないのでね。もうここ 3,4 年はね、お酒を飲んで寝るっていうこともほぼなくって、まあ飲むって言っても月に 1,2 回とかその程度だし、ご飯もしっかり食べてるし、野菜も摂るようにしてるし、まあなかなか健康体だとは思うんですけどね。でもまあとにかく私は体力がないので、まあばあちゃんの運動もね一緒にしないといけないから、私も同じように運動してね、しばらくはばあちゃんと共に健やか生活を送ろうと思います。引きこもってばっかりじゃね、いられませんわな。はい、完成しました。やばくない？めちゃくちゃ可愛くない？もうなんか今まで作ってきたソックスの中でナンバーワンかもしれないぐらいお気に入り。本当に適当なチョイスでね、ソックヤン選んだんですけどね、可愛くなるもんだな。はい、靴下ハキハキタイムです。まあちょっとね、今日あんまりカジュアルな服装じゃないので、まあ、若干服にはミスマッチではありますが、見てかわいい。いやー超いい感じなんですけど、普通にねソックヤンってそもそも派手なんですけど、そのソックヤンをね、これ全部で6種類か使ってるんですけどね、
もうさらにごちゃごちゃガチャガチャして可愛いですな。で今履いているソックスも合わせて、全部で10足ですね集めてきました。これが、足首より上の長いバージョンの靴下で、こっちが足首下の、まあ、アンクル丈のね靴下ですね。てなわけでね、まあ11足目からも楽しく編んでいこうと思います。ご視聴ありがとうございました。また見に来てください。